そいつぐらいなら倒せるんじゃないか。そいつぐらいっつったけど、どんな強さか知らないけどさ。危ない。お、いった。あ、待って、帰ろう。はい、どうも皆さん、こんにちは、いつおです。ということで、今回はブラックデザート黒い砂漠がね、プレイステーション4で発売されたということで、ちょっと早速やっていきましょう。さあ、ということで、最初はね、アバター、自分のキャラを作るわけなんだけど、クラス選択、これは職業かな、職業を選びましょう。じゃあ私はレンジャーにしましょうか。メイン武器とかが違うんだ。なるほど。弓、補助武器、ダガー、スキル消耗力、MP、レンジャーでいきましょうか。そう、外見をね、細かく決めれると。見た目ね。どんな風にしよう。まあ、任せてくださいよ。よし、ということで出来上がりました。割とガチで時間かけて作ったよ。いい感じ。すごいね、細かいね。あのね、外見ももちろんだけどね、星座まで決めれる。星座とか行動とか声まで決めれるっていう。めちゃめちゃ細かく設定できます。あと、ビューティーアルバムっていうのがあるんですけど、これは何かっていうと、他の人がね、作ったやつを、そのまま使えると。そう、だからあんまり、キャラ作ったりするの得意じゃないなって人は、この中から好みのやつ選んでもいいかもしれないね。あと逆に、めちゃめちゃキャラ作るの得意だわって人は、これね、自分で作ったキャラを、このビューティーアルバムっていうのに登録することができるんですよね。なるほど、レンジャーを選んだから、弓を持ってるね。おっと、おーおーおお、待って。お、すごいすごいすごい。始まった？なんかでも頭を押さえてるな。少しは元に戻ったか。あ、すごい。森の中って感じ。てか画質めっちゃいいな。グラフィックめっちゃいいな。ワールドに入るとね、冒険のストーリーが始まったんですが、みんなにはね、初見プレイの方が楽しめるかなと思うので、ここではね、ちょっとだけお見せする形にします。内容もね、すごい凝ってて、続きが気になるって感じなのでね。ぜひ皆さんもご自身の目でね、ストーリーを見てみてください。それでは続きをどうぞ。よし、ということで、ストーリーをだいぶ進めたのですが、ついにね、クエスト依頼の中でボスが出てくるクエストが来たので、ちょっと気を引き締めてやっていこう。ボスと戦う前にちょっとキャラクターを強化しよう。ちょっとスキルをね、強化できるので、だいぶね、敵を倒したりしてレベルも上がってきたと思うので、スキル、習得可能、習得しよう。そこにもういるのか？あれのこと言ってる？もしかして。これのこと言ってる？それ、そいつは何？誰か戦ってるけど、俺は関係ないってことでいいのかな？ちょっと、黒い亀裂。亀裂を調べる。なんだ、なんか出てきた。やばい！ちょっと待って。思ったよりでかいのが出てきた。ボス戦か、これが。うーわ、なんか強そうだな。やりましょうか。やばい、周りのやつもこれ敵対する？うわ、やばそうだな、この敵。おぶろ。で、操作なんですけど、割とアクション性が高くて、ちょっと、危ろ。そう、今みたいな感じで、攻撃を避けたりとかでもね、直感的にできるんですよ。そう、なんで、ちょっと待って、怖すぎる。待って、怖い。攻撃を避けながら、レンジャーって人はね、弓を撃つタイプなので、これで、あー怖い。避けながら弓を撃って、なんだか体力を減らしていこう。やばすぎ。あー、危ねえ。スキルも強化してきたから、それをふんだんに使いながら、あぶねえ。そう、今みたいな感じで回避のやつもあるんで、それもうまく使いながら、おお、見事にやっていく。ただ、さすがボスだけあって体力は多いな。
体力が多いし、周りのなんか兵士も攻撃してきてるのかな。え、当たってる。何何、なんかちょっと怒ってる。何何何、なんだなんだ、なんですか。なんかちょっと本気みたいになった。怖いよそれは。おー、やばそう。おーっと、なんか怒ってるな絶対。まあそれは怒るわな、弓打ったから。それは怒るわな。あ、危ねえ。そんなにね、そう、めちゃめちゃ派手な技とか出してるけど、操作は割とね簡単で、実際には攻撃はボタン、うわやば、攻撃はボタン一つ二つでやってます。ちょっと戦いながらだから全然喋れないんだけど、危ない、喋れないんだけどって言いながらめっちゃ喋ってるよね。喋れないんだけどって言いながらめっちゃ喋ってるんだけど、簡単な操作でね派手なコンボとかをすることができます。あともうちょい体力、もうちょい敵を引きつけて、あ危なかったね今。ほら山の後ろ倒したか。よっしゃ倒した。危ない危ない、お前もだ、ついでに。いやー危なかった。こんな感じのボスもいるんだね。はあ、ちょっと帰りましょうか。ということで村にやってまいりました。こんな感じでまあいろんなね、なんかアイテムとかを売ってくれる人がいたりとか、モンスターに襲われる心配もないと。で、ここ黒砂糖の塊を使うことでより簡単に、なんとね、馬をね、そう、移動に使える馬ちゃんを登録できるんですよ。取り出す押したら俺の馬がそこら辺にいる。カボ馬いた。そう、乗ることができると。いいね。これでもう移動も楽々って感じですな。かわいい。あと馬もね、こうたくさん乗ったりすると成長していくので、この主人公と共に一緒に成長していきましょう。よし、ということでまた進めてるとボス戦みたいですね。さあ行きましょうか。ちょっとね、普通に弱い敵とかだとね全然勝てるんですけど、ボスは強かったからな結構。さあどんな敵が、うわーこれまた強そうだな。うわ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 、でかいでかいでかい。ちょっと待ってよ。おお、割と積極的に来るタイプ。てかなんかやるな、危なっ。うわー危なっ、なんかやるな、危ねえ。おっ、それ当たるか。攻撃もやっぱ今までの敵とは比べ物にならないな。だがなんか去ってる。何してる、何してんだ。おお、なんか、え、姿が変わった。それが本気、本気、本気モード的なやつか。あ、うー、あ、強い強い、これは強い。あ、危ねえ。距離を取って回復しながら、うー、範囲が辛いな。範囲攻撃が辛い。お、倒した、危なかった。いや、ちゃんと強化してきたおかげだね。ということでめちゃめちゃ大きな町まで来ました。これね、マップで見たらわかるんだけど、ここ全部っていうね、ここ全部町っていう。ちょっと見ていこうか。せっかくなら馬降りて。ちょっと馬ちゃん待っといてね。あ、すーごい。人がすーごいいる。すげえ、近くに川があるから。うわ、水きれいだな。お、入れる、もしかして。
あ、すごい。水槽の中に入れる。いいな。最近暑いから、こんな綺麗な川のとこ泳ぎたいな。なんかみんな釣りしてるのか、これ。みんな釣り竿を持ってる。もしかして釣りができる。釣りができるのか。どこへ行きますか。いや、どこへ。お、釣り竿変える。待って、釣りができるぞ、これ。これ買って使うってどうやったらいいの。あ、装備したね。はめて、えい。反応があるまで待ってください。おーおーおー、釣りだ。川釣り。すごい、お隣さんのところに投げちゃったけど大丈夫。来たね、来たね。3回のチャンスだ。どうだ、姫はや。なるほど、これ図鑑に登録されてんのか。あ、姫はや、これだ。あ、売れるんだ、魚。売れるな。お店とかがいっぱいあるから、あ、ここに来たら何でも揃うって感じか。テーブル商人、はあ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 、カゴ商人。そういえばね、ハウジングっていうのがあるんですよ。どんなのかっていうと、まあ自分の家をね持って、部屋の内装をね、こう自由に、なんか机とか家具とかかな。そう、だから多分このカーペット職人とかがいるんだけど、ここら辺で家具を買って自分の好きな家を作れるっていう。すげえ広い。川をたどってきたら海がある。え、これ海だよね。うわ、あれ向こうにも島あるの。階段がある、ちゃんと。あ、海だ。海藻がある。うわ、綺麗だな。よし、ということでクエストをやったりね、釣りをしたり、街に行ったり、海で泳いだり、いろいろ自由に過ごしてきたんですが、他にもね、いろいろ要素があります。まずワールドボスって言ってね、みんなで強いボス、一緒に戦ってボスを倒せるっていうのだったりとか、あとは最初に入るサーバーを選べるんだけど、後から他のサーバーにね移動したりすることもできるみたいです。だからそれ何がいいかっていうと、なんか友達を誘ってね、友達も新しく始めるみたいになった時に、その友達が別のサーバーを選んでしまっても後からね移動できるので、一緒にプレイとかすることができます。じゃあ最後に、本当にね、本当にこのゲーム本当にマップが広いので、いろんなとこに行ってみましょうか。今どこ、ここにいるのかな今。まだ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 あるので、ちょっと巡ってみよう。走りながら景色見てるだけでも楽しいな。なんかすごいすごい、なんか何が起きてんのすごい爆発してたんだよ、大丈夫かな。何やってんだろう。ん、ちょっと見てみよう。何やってんだ、何やってんです。孤立した警戒所、ちょっと話してみるか。あ、でもなんかめっちゃ死んでいく兵士、もう死ぬのは確定なの、大丈夫。あー、やべえ、何があるんだ、一体何があったんだ。え、向こうを見なさい、絶対的に支援が必要だ。助けるって言っても、なんだ、向こう側にいるやつを倒してこいって話か。なんか向こうにおったよな。え、これいた、何、勝てる相手なのか、果たして。なんかね、結構遠出してきちゃったから、うわっ待って、割と強いモンスターしかいないと思うんだよね。これ大丈夫なのか、大丈夫なのか、これ本当に。降伏したクルトエリート、なんか降伏してそうに見えないんだけど、あっ、危ない。待って、これ倒せる気がしねえ。もっと強化してから来るやつじゃない。帰ります。待って、攻撃されそうで怖い。危ない。めっちゃついてくる、やめて。
いや、ここら辺やべえな。いや、ここら辺がもうあいつらのすぐ隣に拠点あるじゃん。ご近所さん中すごいな。うわ、でもめっちゃ争ってんだな。ここら辺すごい争いがすごい地域なんだな、ここは。うわー、なんかいろんな世界でいろんなことが起きてるんだな。世界のどっかでキャーとか聞こえたけど、世界のどっかで何かしらが、そいつぐらいなら倒せるんじゃないか。そいつぐらいって言ったけど、どんな強さか知らないけどさ。危ない。お、いった。あ、待って、帰ろう。いろんなもの本当にすげえな、このマップの広さで。しかもちょっと走ったらなんか街とかがあるんだよね。捨てられた地。あ、カルフェオンに帰ってきた。ということで黒い砂漠をプレイしてきましたが、いや、普通にもう歩いてるだけで楽しいね。マップが広いし、しかも広い上にいろんななんか戦闘が起こってたりとか建物があったりするから、本当にもう時間を忘れちゃうね。まだまだこれからね、アップデートで職業の種類が増えたりね、あとダンジョンね、なんか海の中のダンジョンとかダンジョンの種類も追加されたりとかしていくみたいなので、本当に今後楽しみなゲームですね。あと黒い砂漠のね、購入についてはね、概要欄からね詳しい情報が見れるので、ぜひね見てみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。さようなら。